チューニングっていうのやってるんですけども、これ沖縄の言葉でチンナミっていうんですね。調整をするっていうことで今チンナミ中でございますよ。落ち着いてやってくださいね。大丈夫よ。クリックお願いします。さあ、いろんな形でですね、エイサーあります。先ほどの琉球風の作のタイプはいわゆる創作エイサーということで、いわゆる楽曲を使ってね、トップスやロックになるかと融合させてやるのがさあ、エンターテインメントの創作エイサーというのがありますが、またそれっていうのは基本的にベースとなっているのも、昔からある伝統のエイサーなんですよね。一応伝統のエイサーの魅力っていうのは本当に世界各国にですね、響きになるし伝わるしということで、今日はまあ、本当にそのね、チャーハンとは思っていますけれども、もう何か感じ取っているかと思います。さあ、準備は整ったでしょうか。チンナミ OK、 ありがとうございます。
。